GPF 交換の一連の動画を先にアップしたので油圧低下2回目の続きが久しぶりになってしまいました。今回の動画の作業をしたのは2022年の7月です。すでに1年が経過しています。忙しくて編集に手が回りません。大変申し訳ございません。言い訳なんですけども、少しずつビデオを制作してまいります。ご理解ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。うちの CX5 を私が乗るようになってからのエンジントラブルの経緯を簡単にまとめてみました。2万2000キロもオイル交換を怠ったがゆえにエンジン油圧異常の警告が出ました。この時にはオイルパンを取り外してエンジン下部の清掃とオイルストレーナーの交換を行いました。同時にタペットカバーやインジェクターを取り外しエンジン上部の清掃も行いました。エンジンを組み立ててエンジンを再始動させることができました。オイル量が減っていることに気づきました。 SH エンジンはオイルが軽油で薄まり増加するのが正常なのですが、エンジン油圧異常の警告が出たため再度オイルパンを取り外しオイルストレーナーを交換しました。そして今回は2回目のエンジン油圧異常の発生だったのです。最初のエンジン清掃時を含めると3回目になります。エラーコードは P06DE。 エンジンチェックランプが点灯し、インフォメーションパネルにはエンジンシステム点検、エンジン油圧異常と表示されました。オイルを点検しようとしたときに、なんとオイルレベルゲージを折ってしまいました。そしてスラッジが詰まったストレーナーを交換しました。半年経つと見るも無残な状態になっていました。はい、チャス吉政です。今日なんですけども、まず、このオイルのレベルゲージの補修からいきたいと思います。エポキシ、2液タイプのエポキシで、くっつけたいと思います。約10分で硬化開始になってますね。はい、こんな感じに削りました。こんな感じですね。はい、ちょっと木を削って、チームを作ってみました。エポキシがついてほしくないところにはシリコングリスを塗ってあります。はい、エポキシの A 液と B 液をだいたい同じぐらい紙の上に出しました。これを混ぜます。エラがついてるんですね。混ぜます。一旦エポキシをつけてみました。もう少し持っておきましょう。ちょっと液がだらんと広がっちゃった感じがあるんですが、しばらくこのまま放置しておきたいと思います。はい、ではオイルフィルター外します。もう入ってない。はい、じゃあ次はオイルフィルターを取り付けますが、このフィルターの縁のところに新しいオイルを少しだけ投入します。オイルを軽く投入します。なので多分十分じゃないかと思います。こんなもんで十分だろうと思います。よし、そしたらここももう一回閉まってることを確認してエンジンオイルを入れたいと思います。はい、ではオイル入れます。まず2リッター。おい、はい、お湯の2リッター、これで4リッターですね。だいたいおおよそ 1.2 リッターぐらいですね。これで、4+1.2 で 5.2 リッターですね。はい、キャップ
閉めました。ではでもここに、何も入れないのはちょっとあれなので、まあレベルゲージが固まるまでの間ですね。これでも多分エンジン爆発しないと思うんですが、うん、はい、しっかり入りました。エンジンは普通にかかったんですが、はい、エンジンシステム点検が点灯したままなので、これをなんとかしていきたいと思います。カースケナーを立ち上げます。エラーをタップします。調査が必要な ECU を選択します。読み出すとタップするとスキャンが始まります。今回は P055F がありました。エラーを消去します。エラーが ECU のメモリに残されていただけならエラーは消去できます。しかしまだそのトラブルが存在するならばエラーは復活します。今カースキャナーでクリアして、警告と消えました。じゃあ一旦ちょっとエンジンストップしての、はい、ストップしました。でもう一回エンジンスタートさせてみましょう。はい、警告と消えましたね。大丈夫そうです。どうやら ECU のメモリに残されていただけでもう存在しないトラブルだったためちゃんと消去できたようです。しばらくアイドリングしてますが、警告灯はつかないですね。OK ですね。結局、ワイヤーで固定しました。でもう少しエポチで固めておきたいと思います。エポチもう少し塗りました。このまま乾燥させます。はい。さあ、でこれを入れていきます。汚れてないね。あ、ちょっときついな。もうちょっと太くて入ってらないですね。削ってみました。入れてみます。レベルゲージと機能果たしてますね。もう一回ちょっとちゃんと拭き取って測ります。加減ギリギリぐらいですね。オイルペール管があと 0.6 リットルほど余ってたのでそれ入れます。もう一回改めてレベルゲージ作りましたよ。よいしょっと、上限よりちょっと少ないぐらいですね。 OK ですね。ちょうどいいでしょう。これで作業は完了です。その後数日間 CX-5 を運転しました。だがしかし、おはようございます、吉政です。やっぱりまた漏れてますね。アンダーカバーがべっちょりになってるのがわかると思います。で、やっぱオイルパーの取り付けが悪かったんでしょうね。前回の失敗から何も学んでおりません。ということで今日は1回オイルを排出して、オイルパーをまた外して、液体ガスケットをしっかり塗り直してからのもう一度締め付けということをやりたいと思います。どっから漏れてるんだろうなっていうことで、ここにオイルがちょっと滴ってるのと、この辺ですね。今回はこっちですね。ここから長いのでもう蓋閉めちゃいましょう。
4.5 リットルですちょっと少ないぐらいオイルが抜けてます。これは今回は保管してもう一回入れます。多分今回漏れたのはこの辺じゃないかと踏んでるんですが、青いのが残ってるということは十分にガスケットがついてたということだと思うので、でこの辺までオイルでちょっと濡れてるからやっぱりこの辺だったんでしょうね。ストレーナーはまだそんなに汚れてないですね。1週間ぐらいしか走ってないので、で多分この辺から漏れてたんじゃないかと思ってたんですが、少ないっていう感じはしないですね。あ、多分この辺かだったんじゃねえかと思うんですが、ちゃんと液ガスがついてるんですよね。外周ずっと見ていくとここはちょっと今外れちゃいましたね。でここもちょっと私今めくっちゃったんですけども、でこういう風にムニュってなってるのはこれは、多分エンジン内部の方に入ってた方だと思いますね。でここはちょっと少ない感じがありますが、だいたい外周全部にわたってついてる感じがあるんで、そんなに液ガスが少なすぎたのかなっていうふうには思うんですが、まあわかんないです。まあしゃあない。この液ガスは一回取り除いてもう一回ちゃんとしっかりつけることにするしかないです。これなんでしょう。多分これカーボンですね。これエンジンの中から出てきたとしか考えられないんですよね。まあ硬いんですけども、指で潰せば潰れるぐらいのものですね。うわー、こんなのがまだまだエンジンの中に溜まってるのかなと思ったら、ストレーナーまた当分交換しなきゃいけないですね。そうではない、これらスラッジはエンジン内部で新たに発生し続けているのだ。まあでもああいうカーボンが落ちてきたということは、それだけエンジンの中がどんどん綺麗になってきているというふうに前向きに捉えることにしましょう。前向きなのはいいけど、この場合は単なる無知。まあというかこれでオイル交換するときは半年に1回ストレーナー交換もやらなきゃいけないと、当面やらなきゃいけないんだろうなっていうふうな気がしてきました。まあしゃあないですね。延々と続けるわけにはいきません。オイル交換を怠るとこういうことになるということです。これがエンジンの中に入ってました。抜本的な対策が必要なのです。もうすでにちょっとやっぱりゴミが溜まってるのかな。はい、一応一通り掃除しました。では改めてオイルパンに液ガスをたっぷり、今回は、まあ、たっぷり塗りつけてもう一回セットしていきたいと思います。前回も使った JB ウェルドの、ブルーの、ガスケットメーカーシーラントですね。このカットを深く切ってからのやりたいと思います。こんなぐらいにしてみましょうかね。こっちが車体の前になってこっちが後ろですね。こっちが助手席側、こっちが運転席側ですね。前回ここで漏れて、今回この辺で漏れているので、まあ、だけど全体外周まんべんなく綺麗に塗っていきたいと思います。まだもっと切ったのがあったかもしれないな。もう少しちゃんとやっとこうね。こういう穴の周りはしっかりやっときたいね。こんなもんかなと思います。多すぎたかな、結構使いました。
このように私はオイルパンの脱着を何度も繰り返してきました。それが原因で別の問題が発生しました。エンジンブロックはアルミでできているので比較的柔らかいです。そのため注意しながらボルトを締めているつもりでもネジ穴を壊してしまいます。実際数箇所壊しました。またネジ穴の中に古い液ガスが残りネジ穴が埋まります。多めの液ガスを塗ったので余計にネジ穴に液ガスが入ります。そのためボルトがしっかり締められないところが数箇所できてしまいました。なのでどうしたのかというと、だいたいむにゅってるんじゃないかと思います。緩い穴には結束バンドをボルトと一緒に突っ込んでボルトを締めました。ニッパーで切っていたのははみ出た結束バンドです。この方法だと簡易的にボルトをしっかりと締めることができます。しかし本来はネジ穴にタップを立てネジ穴を修復すべきです。他にはワンサイズ大きな穴をドリルで開けてタップを立て直すとかリコイルを入れる方法もあります。しかしすぐ横にトランスミッションなど邪魔なものがありタップハンドルが使えないのです。外にはみ出てきてますね。青色が絶対的に外に出てきてると思います。大丈夫でしょう。液ガスの効果をしばらく待ちます。さあで、オイルを戻していくんですが、ここに、フィルターを乗っけてこいつを入れていきたいと思います。もしかしたらこの中に汚いのが入ってるかもしれないので、とりあえず今のところそんなゴミはないですね。これにて今回のエンジン油圧異常は治りました。しかしこのトラブルは数ヶ月後また発生するのです。